はい、皆さんこんにちは。坂木敦でございます。出ましたね。待ってたんですよ僕これあのザクザク堂ですね、スクープ最前線、加賀光栄さんの原稿ね、この一月ぐらいなかったんちゃうんかなと思うんですけどね。さっき出ましたね。15時30分ですから1時間半前ですか。中国台湾奇襲のシナリオ、元ハマス指導者が爆弾発言、習氏が直轄秘密工作部隊暗躍か、李克強前首相急死の余波ということでですね、本文いきましょうね。李氏が10月27日に急死したことを受け、中国は緊張状態に入っている。外務省関係者は李氏の遺体は普通か、大規模な追悼集会を開くこともなく北京でダベに付された。中国人民の間からは火葬を急いだのは死因を隠すためではとの疑問の声が吹き出している。追悼活動禁止の通知も出ていたが、各地で多くの人々が追悼に動いた。100万人以上という情報すらある。李氏は殺されたのではという未確認情報も拡散している。習政権は新たな天安門事件が起きかねないと警戒態勢に入っているのだということでですね、こうあの亡くなりになったいきさつがずっと書いてありますね。で、疑問点、李氏は健康だった。常時医師と秘書が帯同し、あらゆる事態に対処できた。薬も常備していた。李氏が搬送された上海中医薬大附属商工病院は漢方薬が得意で救急に強い病院ではない。上海には復旦大附属中山病院など心臓病治療で有名な病院がある。李氏は8月31日甘粛省敦煌にある仏教遺跡莫高窟を見学した。3月の首相退任後初めて公の場に姿を見せた。観光客から次々に声がかかり、李氏が手を振る動画が SN 上で広まった。李氏は24時間監視体制にあったという情報もある、李氏が異例の3期目続投を決めた昨年10月の中国共産党第20回全国代表大会の直前、党内部では習か李上、習氏が退任して李氏が国家主席の座に座るとの情報が流れた。そんなんあったん知らんかった。経済政策の失敗などから党や軍、人民の間で李氏待望論が生まれていた。李氏はそれを気にして、習氏はそれを気にしていた。ということはですね、習さんですね、李さんがですね、こう自分にとって変わる存在になりうるとですね、警戒をしていたわけですね。そうすると十分に動機というものがあるということですね。外事警察関係者は、西側情報当局は総力を挙げて動いている。真偽は不明だが、その過程で習氏が2018年頃首相首席直轄の秘密工作部隊を作ったという極秘情報をつかんだ。特殊工作を任務とする部隊だ。看過できないのはその部隊の活動が海外まで及んでいることだ。ターゲットは米国と台湾、日本だと明かした。10月下旬、元ハマス指導者ハリド・メジャール氏はエジプトのテレビ局のインタビューで、改革をですね、ロシアは我々の10月7日の作戦、例のあれですね、テロですね、を軍事学校の教材で使う。中国は同様の攻撃を台湾で行う計画を立てているとの爆弾発言を行った。中国軍関係者は メシャール氏の発言を否定している。そんなそれを肯定できるわけないやん。そうでしょ。で、以下その中国の中身ですね、日米情報当局いつものあれですね情報源ですね。台湾は中国軍の奇襲攻撃を警戒している。大量のヘリコプターで特殊部隊が急襲し、台湾総督府を占拠する総統以下政権幹部の排除作戦を決行、傀儡政権を樹立するという情報があるからだ。
台湾上空で高高度核爆発電磁パルス攻撃を行うとの情報もある。このですね、高高度核爆発電磁パルスというのはですね、成層圏あたりでですね、核爆弾を爆発させるんですね。そうするとその下にあるですね、エリアの電子機器はみんなパーになるんです。つまりですね、パソコンが全部パーになるんです。スマホももちろんパーになります。その電磁波っていうのは降ってきて人体には悪い影響はないんですけども、全ての電磁機器ですねがパーになって動かなくなるとですね、それによってですね、要は連絡が取れなくなるわけですね。でそうやっておいてですね、ヘリコプターなんかでですね、特殊部隊を送り込んで、ですね、相当以下のですね、まあ、政権の主要人物をですね、こう捕まえるなりですね、あっち側にお送りするなりしてですね、まあ、機能をそぐわけですね、台湾政権の。それから傀儡政権を作ってですね、で彼らがですね、代理政府、臨時政府の政権、あれですね、樹立を宣言すると、まあ、そういうシナリオ、誰が考えてもそうなんですよね。そうすると思います。まともにですね、上陸作戦やってたらもうえらい目に遭いますから、私がですね、中国軍の司令官であればまずそれを考えますね。まずじゃあ一番ね、こう優しい方法を考えるんですよ。まず情報の遮断ですね、海底ケーブル切る、電磁パルス、まあ、これをねやるとですね、ちょっとアメリカを刺激しすぎるかも分かりませんけどね、まあそれもやる、少なくとも特殊部隊を送り込んでですね、現政権の主要人物を柄を抑えると、あるいはですね、もう抵抗するならあっちゃがと。でそれはヘリコプターで送り込むのもいいんですけど、一番いいのはね、あらかじめ送り込んでおくんですよ、そういう特殊部隊員。ほんで潜ませとくんですよ。で密かに武器も運んで一気に放棄するというやり方ですね。そうしたらその送り込むリスクがなくなるでしょう。アメリカでもそれをやってる感じはしますね。今中国は送り込んでるという感じがします。習氏は反腐敗を名目に外相や国防省らの大粛清を行っている。軍と人民の暴動、クーデターを阻止するためだが持たない。持たないってどういう意味なの？ここ変なんですけど。米情報当局は台湾有事で暴走する危険が高まっている。中国が暴走すれば、金正恩総書記率いる北朝鮮は必ず連動すると警戒している。するかな？米中両政府はサンフランシスコで今月開催するアジア太平洋協力会議 APEC 首脳会議に合わせ、ジョー・バイデン大統領と習氏の会談を実施することで基本合意した。合意したという報道はこれ以外私は見たことないですよ。まあもしかしたら水面下で合意したのかもしれませんね。詳細を詰める過程で中国側は、中国が台湾に侵攻しても米国は介入しないと約束しろ、約束すれば中東和平に協力すると裏取引を突きつけてくるという情報もあると。中東和平に協力するったって中国ができることを知れてますからね。そういう取引にアメリカは応じないでしょうね。でも言うてくるかも分かりません。状況は緊迫している。日本は中国海警局船が沖縄県尖閣諸島周辺の日本領海に侵入しても阻止できない。中国は日本の排他的経済水域内に海上部位を勝手に設置しても撤去できない。怒りを込めて言う。こんな弱腰の岸田文雄政権では日本は本当に大丈夫なのかということで、この記事は終わってます。貼っときますね、途中ちょっと飛ばしてますんで、確認されたい方は読んでみてください。最近のね、中国軍のですね、アメリカやカナダのですね、船や飛行機に対する、こう、どう言いますかね、こう、やけに、こう、リスキーな挑発を見ていてもですね、まあ、いや、中国やる気あるやんという感じはしますね。それでもってですね、こう、李克強さんが、まあ、ああいう亡くなり方したでしょう。僕、そこには習近平さんの意思が働いてると思うんですよね。なんか焦ってるんですよ。はたから見てたらね、今さら李克強さんがですね、李さん、習さんの政権を覆すような動きをできるとは思わないしですね、李さん自身そんなタイプじゃないと思うんですよね、裏からあれして。まあ誰かに担がれたら話は別ですけどね、まあでもそんなことめっ
対にありえないと思うんですよね。だからですね、ちょっと警戒しすぎて先に手出したんちゃうかなという気はしますね。でやっぱりね、焦りまくってるんでね、台湾もですね始めると思いますよ。来年の春ぐらいにですね、7-3ぐらいで始めると思いますけどね。はい、ということでこのザクザクのですね1ページ目を貼っておきます。皆さんどうもありがとうございました。